そんなに警戒しなくても大丈夫よちょっとね聞きたいことがあってはい昨日のことなんだけどほら前島さんのことお巡りさんから話は聞いたんだけど瀬波さんからも聞きたいなと思ってねは,はい、うんうん、えっと 昨日の帰りに、前島さんと倉田さんと立花さんが、前を歩いていたんです。みんなで、前島さんの家へ遊びに行くみたいでした。そして、あ、先生、<ん>ほら、庭の幼稚園わかりますかうん。知ってる。あの幼稚園の近くで、前島さんが財布を拾ったんです。みんなで中を見てました。瀬波さんも 私は少し後ろを歩いていただけです。でも、前島さんが私に気づいて、財布の中から千円出して、分け前とかなんとか言って。もちろん、私は受け取りませんでしたけど。うん、そうね。それで、私が財布を交番に届けないとって言ったら。うん、どうしたの ちゃんと届けるって約束しました。でも、前島さんはきっと嘘を言ったんだと思って、その後、帰るふりをして後をつけたんです。そう。そしたら先生、やっぱり思った通りでした。前島さんたち、そのままビッグドーナツへ行って、拾った財布からお金を出して、サービスアソートを買ったんです。2000円のやつなんですけど、先生知ってますか ううん、うん、でもそっか前島さん達が買い物するのを見届けて交番へ行ったのねい,いえたとえお金を使っちゃってももちろんダメですけどでもお財布を届ければいいかなって思ったんですだからみんなが交番に寄らずに前島さんの家へ入ったのを見てから通報しました そっか先生私は悪くないですよねうんそうねよかった結構勇気出したんですそれならまず先生に相談してほしかったなあうん私も最初はそう思ったんですけど郊外の事件だったから事件か えねえ瀬波さんこのことは誰にも言わないでくれるこれから前島さんたちと話すことになっているからその結果次第ということにしたいの反省してると思うしねはいうんありがとうもういいわよ気をつけて帰ってねはい おかえりただいまなんだよ泣いてるのかえまさかだったらいいけどあのねユニーちゃんほらやっぱり何かあるんだ <laughs> 私ね正しいことをしたと思ってたんだでもそうじゃなかったみたい ううん。こうなるって予感はしてたんだけど、でも黙ってられなくて。正しいことってのは人を傷つけるからな。誰でも傷つきたくないから、反撃は覚悟しなくちゃ。うん、でもめんどくさいね。ああ、めんどくさいよな。だから大人になると見て見ないふりするんだろうな。 お兄ちゃんも何かあったのいつも何かあるめんどくさいことがたくさんああガラッと世界が変わらないかな俺高校選び失敗したひかり中学は受験するんだろう慎重になうんお互い大変ですな なんだよかったうんじゃあカメラつなごうかあのね今具合悪くてそっか話したかったんだけどなあ大丈夫話だけならいいよ今リビングでカメラ使えないのそっかあのね昨日クラスのバカな子がほら前島って話したでしょうん その子が財布拾って、お金使って、そのまま交番行かずに家に帰っちゃったの。そんなの犯罪でしょだから私、交番に行って、おまわりさんに話したんだ。へえ<ー>。そしたら今日担任に呼ばれて、その話されて。なんかね、嫌な感じだったなまるで、私が悪いことしたみたいな言い方で。へひどいと思わない うん、ひどいしかも誰にも言うなって口止めされちゃったへえ<ー>どうしてだと思うへえうんわからない前島のうちお父さんが失業しちゃったりして大変だから気を使ってるのかなうん気を使ってるのかもでもそれってひいきだよねうんひいきだと思う いいな。私なんか、誰にもひいされたことない。へえ<ー>。どっちかって言うと嫌われてる。どうしたかなどうしてかなうち、お金持ちだからかな。えうん、貧乏なうちに生まれたかったな。へえ<ー>。そうだミクちゃん、志望校って決めた決まったら一番に教えてね。私もそこにするから、都内にするんでしょ うん、あのねひかりちゃん何私ねとうとう防衛中学を受験しようと思ってるのでも両親は反対すると思うから絶対に誰にも言わないでほしいんだ言わないけどとうとう防衛中学ってどこにあるの東京だと思うテレビで見ていいなと思ったの よし私もそこにするうんちょっと待ってて <laughs> <laughs> んうんあれとうとう防衛中学じゃなくて防衛学院中等部だよあそうそう勘違いしちゃったうん何これこんな学校うんどうしても行きたい ーでも、ミクちゃんが選んだんだから、きっといいところだよね。私も調べてみようっと。うん。じゃあ、情報交換しようね。うん。あ、そうそう。今日体育の時ね。ごめん、ひかりちゃん。私、ちょっと横になりたいんだ。うん、全然いいよ。じゃあ、横になって話して。うん。でね、今日ミニバスケやったんだ。 その時の時チームに岩井ってのがいて男子なんだけど身長が私くらいなのそいつがずっとパスパスってうるさくってパスしたってどうにもならないじゃないと思いながらパスしたのねオーディオドラマ「武装中学生光編」第1話「私は悪くない」声の出演 瀬波光遠山奈央瀬波美久原田瞳、瀬波優太安倍厚志新井美紗恵子往復由美子ナレーション宮林康スタッフ脚本野島和重音楽河合賢治、河合秀博効果中野克博調整内田誠演出亀山俊樹で お送りしました次回もお楽しみに